はい、三重産の、ホンダーラです。ホンダーラは、海藻なんで、海の中ではこういう風に生えています。こうなるのには、ここに気泡が、ありますんで、これで浮いてることができるので、使うときはこれを潰さないと、仕掛けが斜めになってしまいます。これもう指でもう押さえるだけでもスッと潰れます。で、こういう風に、販売するときは、袋の中に入ってますんで、好きなのもうこれは爪で切れます。こういう風に切れていきます。で、大きさはまあだいたいこれぐらいの大きさが一番釣りやすいと思います。まあ、これぐらいでもイガミはもう一口で食べます。で、こういう上の方の、あんまり葉っぱがついてないところ、ここの刺し方もちょっとやってみます。だいたい浮き釣りで狙いますんで、天秤がついた、仕掛けです。1本は、短い針数で、もう1本は、倍以上に長い仕掛けにしています。これはどういうことかというと、イガミっていうのは棚が合わないと、なかなか食ってこないので、こういう2つの棚にしています。まず、ホンダワラをつけます。細い、ちょっと軸が、この茎の部分が細いんですが、ここにまず針を、最初にこのプツプツを潰します。潰さないと、仕掛けが浮いてしまいますので全部潰します。で、潰した後に、この軸のところに針を通します。で、通したら一周ぐるっと回してねじって、また茎のところに刺します。で、もうこれで十分なんですけど、心配な方はもう一ひねり。で、次、葉っぱでもどこでもいいんで、刺してください。もうこれでももう、イガミは人のみで食べます。で、次に、こういう粗い部分。粗い部分は、葉っぱがなかなかないんで、ちょっと使いづらくなりますので、そういう時はこの餌巻き糸っていうのを使います。もうこういうあんまり葉っぱのないところでも、指でちぎっていきます。で、まずこのプツプツをこの気泡を全部指で潰します。で、餌巻き糸を、餌巻き糸はもう指で簡単にちぎれるようになってますんで、これで、片方だけをこういう風に結びます。もうただぐるぐる巻きにするだけでいいです。片結びとかも何もいらないんで、もう指で押さえ引っ張るだけで簡単に切れますので、で、切れたら一つの房ができますので、ここに、針を通します。もうこれだけでも十分ですけど、もう一回ひねっておきます。で、イガミの杭が立てば、もうこの葉っぱ1枚かけるだけでも、もう釣れますんで。で、これは、ちょっとまだ気泡が残ってるんで、これ残っていると、海の中で、仕掛けがこうならずに浮いてしまうんで、こういう風になります。こういう風になると、ここでイガミが食べて、こういう風に首を振ったところで、この、ここに上にある浮きは、反応出ませんので、ここは、必ずこの気泡は潰してください。はい、で、次です。